月ゆかりです。鶴巻真希です。今回も私がロックマンさんをやっていきます。ワイリーステージからだね。まずはゆっくりお回収。ここは実家の外ですね。コマサブローをシャドブレで葬り去るよ。ザーコザコザコザーコ。おかわり。こんなところに自分の名前を書いたら警察に居場所がバレそう。いいかん、気前がいいね。ここは用水路かな。ペンペン天狗。驚き足の電動。めっちゃ多いですが、突き落とされても無敵時間があります。この先は補給ポイントだからカット。ハードナックルが当たらない。地味に厄介な位置にいるね。マグネットで撃滅。また出た。殲滅します。これは楽です。当たらないからね。でも時間はかかる。先に進んでいきます。石稼ぎ。ここはジェットで通り抜けます。4以降だとできないチート級の強さ。回復してボス戦。カメゴロウ&カメゴロウメーカー、歴史的なジャコボスです。カメを潰していれば死にます。でも時間はかかる。正直移す価値はないです。弱点はシャドブレとタップ、どっちも一撃だね。結構残っているように見えますが、次で最後です。撃滅。演出が長いから倍速。クソ動画。ここは2のワイリーステージ4みたいに登るだけで話しづらいのでカット。見た目も似ている。ここは適当に進んでもどうにかなります。適当。チビーの大群。タップで消したい。引かないと武器エネルギーが大惨事。ここは突き落とされそうだね。ここはラッシュジェット必須。動画的には変化がない画面。変なこと言おうにもネタがない。めっちゃ景気よくアイテムを置くね。イエローでビル MK にパターンがよくわかんない。やってくることは原始の行動に加え、バウンドしながら移動する行動が追加されます。実はスライディングで分裂した体をくぐれる。ユカリンはプレイ中気づいていなかったけど、ハードナックルよりシャドブレの方が効きます。連射して一瞬で殺しましょう。結構スカったね。位置取りが大事そう。このタイトル初のいい感仕様。攻撃が避けれません。パターンがまだよくわかんない。もうダメージレースで負けてる。地味に右に逃げれなくなっているね。1では逆から来るので逃げれていました。全然ダメ。いい感の暴力で突破するよ。バウンドを通過。オラオラ。これは勝ったね。でもいい感使う。7個もあるから確実に腐るね。そういや確かこいつはボス前で復活ではなかったはず。もう勝ちましたね。無言タイム。抹殺。今回で多分最後までやるよ。編集中の中の人の感想。ワイリーステージ3、またいきなりカット。いい感。ぽよよん。これ、多分倒せますね。倒すの？今は位置が悪い。ので、マグネットミサイルを使います。
ホログランを燃費が微妙なマグネットミサイルで倒すのはちょっと贅沢。このハンマー上なぜいるのかわかんない。攻撃しませんよね。なんかボスっぽい雰囲気。違った。スパークショックはビッキーに特攻。ここは適当にジャンプすれば登れます。雑な説明。適当でもいけるくらい簡単です。つるりしそう。寄り道していたからカットしてボスだね。ホログラフロックマンズ3つのうち1人が本物。ぶっちゃけ弱いです。瞬殺には失敗したけどね。ゴリッと減った。弱い。ワイレイステージ4です。めっちゃ奥まで来た感がある背景。こういうのいいですよね。ジャンクゴーレムはよくわかんない。雑にやっても倒せるから対策を考えないもの。また来た。そういえこいつはあんま見ないですね。こいつもうちょっと工夫すればもっと楽に倒せそう。撃退。この先はボスラッシュ。つまり4分割ダイジェストですね。それでは被害者の会を撃退したのでワイレイに会いに行きます。補給ポイントの後でボス戦です。ワイレイマシーン3号第1形態は下にある卑猥な砲台を攻撃して去勢します。完全にあれにしか見えない。去勢。第2形態はラッシュジェットで楽勝。ないと難易度がくっそ高くなる。バスターを撃っているだけで終わり。マジで弱いね。ガンマも弱いですし、ロックマンさんの難易度のピークはドクロボットだと思う。もう終わりだね。死んだ。ワイリー逃げそう。偽物だった。これで最後です。盛り上がるとは言ってない。補給してガンマ戦、雑魚だね。第1形態はラッシュジェットとハードナックルで終わり。攻撃もしょぼい方。攻撃ポイントまではラッシュジェットが楽です。普通にやると地味に即死あった気がします。これは攻撃が当たらないから消化試合。第2形態タップスピンで一撃。はい。いつもの土下座。長い演出プラスマイナス0点。死んだ。お前足の下、足の下。死亡確認。確かこれは生存フラグだったんだっけ？一体何椅子なんだ？知ってた。コメ開始前に完走した感想を話します。正直再生数が伸びなかった。通常プレイって需要ないんですかね。
多分無名実況者のにはないね。なので次は通常プレイではないです。あとロックマン4の可能性も低いです。仕方ないね。エンディング中に米返し。うぽつ、おつ、いつもありがとうございます。今のはバラバラになって、そのことをバーストと言うんだったかな。戻すの大変そう。このロックマンさんから敵の弱点が分かりにくくなってるから辛い。ロックマンコレクションならミュージアムで一発で分かります。ただし毒ロボットを除く。1から3では3が一番楽に感じた。スーパードンキーコングさんは確か無限増殖が面倒なはずなので、この関係で難易度を高く見積もっています。燃費もいいし強いからね。そういう武器は得てして強い。4だとフラッシュストッパーとファラオショットばっかになれそう。カンという名前でランダムにアイテムが出る。そうなのか。くもじいじゃ。確かにそれにも見える。空から日本を見てみようってまだあるの。ジェミニは双子座という意味だね。だから2人になったんだね。コメント終了。それでは今回はここまでだね。最後までご視聴ありがとうございました。エンディングはまだ続く。